今度は竹内のピックから3打てない増田、竹内そのまま打ってくる、決めてきた。川崎タイムアウトです。ティカスに放り込んでアギラールが逆のウィングにいるんですが、パティカス、あー、竹内のブロック、その分後ろが空いているフィーラーと竹内、バスケットカウント。竹内が入ってきて、竹内とファジーカス、フェイクを入れてアタック、左手でやって、インサイド勝負に行く竹内、いいプレーですね、高橋のスリー、ちょっとファウルはなし、ただ前に行く比江島、窮屈な体勢、竹内ここで仕事した、荒谷、竹内康介のワイドオープンのスリーポイント決まっています。89ポイント落ち着いてますね、はい。